配信しました。こんにちは。何して過ごしてましたか今日は。3時4時そうなんですよ。今日はケイトの予定で言うと、このあとナンバライティ公演が18時半からありまして、その後に21時から裏ナンバちゃんの方で西馬とマリオゲームをしますそうなの、そうなの、そうなのそう、久しぶりのゲーキュン楽しみゆまちゃんとやる西馬とゲームするのめっちゃ面白くて、何やっても多分おもろいんやろうなって思うんですけど、ずっとハイテンションでなんかやって一緒に見ててもおもろいけど、一緒にやっててもほんまに楽しい、楽しいですだから今日もすごい楽しみ。そうそう、あのちゃんとケイトがあのゲームは他のゲームあんまりできへんからあのもしマリオとかだったらできたりしますかって確認されてすいません、マリオだけならなんとかできると思いますって言ってマリオになったんですけどほんまにちょっとね、ちゃうゲームもそろそろできるようになりなよって感じなんですけど、けどゲーム文化がなくてあんまり家でゲームしてたことがなかったんですよ昔から。どっちかというとアナログ人間なのでそう、なんかデジタルゲームを家でやるっていうよりはなんかドッジボールとかそういうのやってたんですよ。そうだからさ、ほんまにゲームをたどってこなくて、あんまり人生で。そうなのよそうだ、ゲームに一旦ハマるって時期がなかったんですよね。そらなんか友達の家に行ってマリオしようみたいなのはあるから、だからマリオだけできるんですよ。でも今これぐらいの年齢になってゲームしようとかあんまないから、だからスマブラとかはあんまできなくてそう、家族はやってたりするんですけども、操作が頭が追いつけなくて、そうそうなのよ。みんなどんどん上手くなっていくからさ、ついてどんどんついていけなくなって、そうそうなんですよゲームはね、けど弟がいるんで、ゲームはあるのはあるっていうか、こうゲームをする機会は多分何回かはあったんですけど通ってこなかったですねそうなかったね。だから今になってちょっと後悔してるうわ、あの時ゲームしとけばよかったなっていう。そうケイトの遊びの定番はもうほんまに鬼ごっこばっかりしてたし、しかもめっちゃドシンプルなノーマル鬼ごっこ、流行りはタッチ返しが流行りでタッチされた後にどんだけ高速でタッチできるかっていうのと、まあ鬼ごっこって足速くなくてもこうかわすのとか、こうシュッシュッシュって横に方向転換するのが上手い人とかが強いじゃないですか。だからそういうのにそういう人のに一緒に鬼ごっこしてもらってどんどん上達するっていうもう何してたんやろっていうような
ことをしてたんですけど、今となってはもう何の能力もついてないんですけど、まあ、その時はそれが楽しくてそうなんだよわあ、軽泥とかやってましたね。やってたけど、あれね、泥棒の方が好きやった、警察より。そりゃそうか、警察側が鬼やから逃げる方が好きやったんやけど。そうなんですよ。なんか大人数でしたらちょっと隠れ鬼ごっこみたいなんで、さあこう鬼から隠れながらね、鬼ごっこしたりとか、そんなんが好きでしたね。そう、今残ってる能力は何もないんですけど、今使えるものは何もないけど、そうか、ドッジボールするか。缶蹴るはあんまりしてなかった、缶がなくてまあ缶なくてもできる石とかでやればいいんやけど、缶蹴りはあんま流行ってなかったな。けどお正月に親戚で集まった時には毎年缶蹴りしてました、いとことかと。いとことはだから缶蹴りしてたかも。そう何流行ってた、あとはケイトラはあれですね、 S 棒、 S 棒、 J 棒、なんかこういうハチみたいな、ピーナッツみたいな形のやつでこうやって滑っていく S 棒か J 棒かなんかそんなんがあるんですけど、それがみんな欲しくて、それを持って遊びに行くみたいなやってた誰が一番早いかとか競ったり、あとそれ乗るのが上手い人のなんかその人のその J 棒っていうのがあって、やっぱ上手な人のやつはちょっとなんか滑りがいいんですよ、滑らかで、だからなんかやりやすくて、そう、誰のやつが滑りやすいかとかそうそう、みんなちょっと調べてみてください。 J 棒やったかな、 S 棒やったかな、なんかどっちも呼んでたんですよ、どっちで呼ぶ人もいた。ケイトは J 棒って呼んでたんやけど、そうカスタマイズするとかはなくて、なんかまあいろんな種類があるんですけど、まあ、自転車とかと同じでいろんな、まあ、デザインのやつはあるんですけど、基本形は一緒で、そう、それで、そうスケボーみたいな形なんだけど面白い楽しいんですよ、やってみてほしい、結構むずいんですよ。そう、なかなかそんなんが流行ってましたね。あとは一輪車とか、ケットが 5,6 歳の時は一輪車が流行ってた。そう、一輪車みんな乗ってたの。ケットも一輪車が欲しくて欲しくてクリスマスプレゼントに一輪車頼みました。ピンクの一輪車が今も家の外にあるんですけど、外になんか放置されてるんですけど、もうピンクがなんかだんだん白になってきてすごいなんか日焼けしてる自転車があるんですけど、そう自転車が流行ってたな、ブームで。学校とかももう休み時間になったらみんな一輪車取りに行くから、一
一輪車なくなってなくなるみたいな。そう今乗れるのは乗れると思うよ。だけどあのその場で乗るのあるじゃないですか。何も持たずに支えなしではできないかも。そうだけど支えをあって乗って漕ぐことはできると思う。その場乗りはできないけど、あと止まったりとかできんけど、漕ぐだけなら大丈夫だと。もうしばらくやってないけどな。そう昔はだから一輪車に乗ったまんま鬼ごっことかしてたもうくる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 回るから、それで一輪車で鬼ごっこしたりしてた。うん楽しい、それが楽しかったですね。そう、そんなんばっかりしてたから、そうだからめっちゃこの時期とか日焼けすごかったし基本外にいたんですけど、最近はそんなこともないですね。もうめっちゃでもないけど、インドア派にはなりましたかね。なりましたかねそんな公園に出かけるようなことはなくなったね今ってさ、何で遊んだらいいのかもう分からへんくて。皆さんは何して遊んでましたか。遊ぶって10代の遊ぶって何なんですか何してたんですか。あ、このタイミングでゲームするんか。え、おままごととかも全然してなくて、おままごとするのも外でしたなんかあのその辺に落ちてる木の実とかあと葉っぱとか使って葉っぱ、そう泥団子とか作って、泥団子に葉っぱ巻いておにぎりとか言ってやったり、あともうあの落ちてる葉っぱじゃわ、落ちてる花拾って、なんか水と溶かして色水作って、これがジュースとか言ってやったり、そうやってた。え、こんな赤いちっちゃい木の実みたいな落ちてません、公園に。めっちゃ落ちてたんですよ、ケットの公園じゃないけどそう、プリクラか。いやほんまにだからさ、メンバーとかともさ遊びに行こうって言ってもどこに遊びに行っていいか分かんないんですよね今。そうそう、なんかショッピングとかはあるけどさ、遊ぶってむずいボーリングとかちゃう、ちょっとちゃうか。でもボーリング2人で行ってもな大人数で行きたいやん。そうだ、結局テーマパーク行くかとかになるよね、遊ぶ系で言ったら。そうカフェとかまあまああるけど、カラオケね。確かにメンバーでカラオケ行くことあんまないですね。他のメンバーもやと思うけど、メンバー同士でカラオケ行こうってあんま聞いたことないかも。ないなね。皆さんも遊び場所には悩んでるそうなので、ぜひ NMB48 シアターに来ていただいて、うん、あ、何よりも最高の遊びじゃないけどまあ遊びみたいなもう提供しますので、ここに来てください遊び場所に迷ってる方はこちらへ、 NMB48 シアターがおすすめです。夏休みも
まあちょっとお盆過ぎなんですけど8月15から17の3日間は鉄砲大阪ベイサイドにもいるのでサマーライブやってます。夏休み空いてたら来てくださいということで、そろそろメイク呼ばれるので行ってきますありがとうございます、教えていただいていろいろじゃあランキング発表します。13位のりぷんさん、ありがとうございます。12位お茶っ葉タイムさん、ありがとうございます。11位ケイトデタツノシさん、ありがとうございます。10位ともやんさん、ありがとうございます。9位あさとさん、ありがとうございます。8位ひよこさん、ありがとうございます。7位佐藤さん、ありがとうございます。6位くにやさん、ありがとうございます。5位こばんさん、ありがとうございます。4位ふくさん、ありがとうございます。3位マキシマムザユーくんさん、ありがとうございます。2位ガチのつりさん、ありがとうございます。1位がやすいさんです、ありがとうございます。ということで今日18時半からはナンバライティ公演です、久しぶりの。そして21時からは裏ナンバちゃん YouTube でゲーム配信します。見てね、バイバーイ行ってきます。